前半で言えば山田豪輝がビッグチャンスが2回あったと思うんですよ。で2回目は最低でもシュートまでいかなきゃいけない、おそらく彼自身がシュートを打ってもゴール前で横にボールを流してもほぼ決定的なシーンだったと思うんですね。まあ、ああいうところでシュートまでいけないっていうのは我々の問題だと思います。最低でもシュートが枠に行くところまでは持っていかなきゃいけなかったし、まあ、シュート数が少ないっていうところはそこに行くまでの間のクオリティの問題ありましたけど、実際シュートを打てるチャンスはいくつかあったと思うんで、まあ、そこは我々は、やはりこう積極的にシュートを打っていく、あるいはキックの精度ですね。キックのその精度っていうのはコースとかだけではなくて振りの速さとか、まあ相手のシュートブロックに合う前に足を振り抜けるかとか、そういうところも含めてはまあ少し改善の余地があるかなというふうに思います。で後半に関しては、まあ会見でも言いましたけど、30分ぐらいまでの間にもっとシュートを打てれば得点のに近づくことができたと思うんでね、まあ、あそこもクロスの質もそうですけども、ミドルシュートを含めて、まあ、フィニッシュへのこう全員のこう質を上げるっていう思いを持って取り組まないと、まあ、最後ちょっとヘディングで危ないシーンがあったんで危ない試合の印象はありますけど、まあ、基本的には勝たなきゃいけない内容だったと思いますし、まあ、自分たちの問題としてしっかり改善して、まあ勝ち点3を取れる試合を逃さないようにしたいなというの。もちろん、ウィンドウっていうのは、夏のウィンドウっていうのは7月の21日からですかね、約1ヶ月空くんですけれども、クラブとしてはかなり早くいろんなものが動いてました。まあ、1ヶ月以上前から動いていて、いろんな準備をしていて、いろんな候補者がいて、まあ、ポジションも候補者もかなり絞りながら、6月を過ごしている中で、まあ、バイラーの件があって、ポジションのこう優先順位がこう変わったりもしながらも、まあ、しっかりと自分たちがイメージした選手が取れたっていうのは、まあ、何よりも準備が早かったからだなというふうに思ってます。その分、ポジションとタイプっていうのは絞ってきたので、最後こう候補者が出てきた時に、まあ、自分たちはいち早く意思表示もできましたし、コンタクトも取れましたし、まあ、実際これからウィンドウが、まあ、開くので、どんな動きがこれからもあるかは分かりませんけど、我々からするともう、まあ、自分たちがやるべきことっていうのはもう1ヶ月以上前からやってきたという中で、まあ、中原光が取れたということが言えるというふうに思います。特に右サイドのポジションで、しっかりボールを収めるであるとか、まあ、そこからのこうボールの質ですよね。あるいはこうレフティでのこうプレスキッカーも含めて自分たちは探していたので、もちろんこうワイドストライカーというのはこうドリブラーとか、こう走って相手を剥いでいくというようなタイプもいますし、いろんなタイプがいていいと思うんですけど、まあ自分たちとしたらしっかり時間が作れることをレフティで、まあキッカーとしてもまあチームとして機能することっていうのは大きな、なんていうかな、プレースタイルの一つとして探して求めていたものなので、まあ、彼の名前が挙がった時には本当にすぐ手を挙げました。まあ、自分たちはこういわゆるこうペナ角っていうんですかね、ペナに入る手前のところの角で、まあ、フットボールをしながら最後ニアゾーンに入っていくっていうのを強く意識してるんですけども、ニアゾーンに入れないっていうことは今度クロスを上げやすい状況になるんですよね。なぜならば相手はそこを塞いでるわけで、
でそこからのクロスの精度っていうのがこう我々の課題であったと思うんですよ。なので、そこがサイドバックだったりワイドストライカーだったりボランチとかがペナカドでこう絡んでいきながらアイデアを駆使して入っていけるんでば入っていくと、で入っていけなかった時のまあイン巻きのクロスですよね、そこの精度が上がれば、中はまあ、あの染野もいますし豊もいますし佐賀もいますし、あるいは逆サイドのサイドバックも今入ってくるような状況は今年作れているので、そこでこう合わせられるともっと得点が生まれるのかなというふうに思っていて、彼にはそれをあのそこのイメージまでも伝えましたし、まあそのためにはフェアな評価でしっかりピッチに立てるようにまず守備してくれと、もうお前の左足はわざわざ練習場で見せなくても俺は分かってるぞ、なのでピッチに立てる状況にまず戦ってくれと、練習場でそうすれば必ずお前の左足を生かせる時はあるというふうには伝えてます。まあ、あのまずは彼には最後までプロフェッショナルなこう姿勢で、練習をやってくれたことを感謝したいと思います。で、あの本当にいろんな悔しい思いがあったと思いますけど、彼なりに葛藤しながら周りにこう負の影響を及ぼすことなくやってくれたっていうのは本当に、ヨーロッパから来た選手からするとこうプライドをねかなりがあったと思うんで、本当に彼の振る舞いっていうには感謝したいと思います。まあチームとしたら、彼のスピードっていうのに大きく期待をしたんですけれども、まああのチームゴールが遅れたっていうこともあったかもしれませんし、まあ、彼が来たら思いのほかこう自分が前を向くスペースがないなと思ったかもしれないですし、あるいはこうこれだけ前線が守備をしなきゃいけないのかっていうふうにも思ったかもしれないです。ただこのチームは、誰かのためにプレースタイルを変えるってことはしたくないので、まあ、彼にもそれを前線からの守備も球際のところもあの要求はしてました。ただ全員に同じものを要求するんではなくて、特徴を出せるんであれば多少免除するものがあってもいいというふうには思いながらやってたんですけども、それにはあくまでも特別なものを見せ続けるっていうことが大前提なので、そうでないんであれば他の日本人の選手と同じようにチームのためにまずエネルギーを使ってチームのために守備をして、そこから自分の特徴を出していけると、そういう評価基準に、まあ、あるタイミングで切り替えたんですよね。それは本人にもはっきり伝えて、で本人もそれを受け入れながらやったんですけど、なかなか今度ピッチに立つという機会が少なくなってきたので、まあ、彼自身もプレーする機会というのを求めて、まあ、双方合意の下でという決断に至ったと。まあ、あのこの前の、ね、徳島戦の課題でもあるんですけど、例えば後半で言えばシュートが少なかったっていうのに対して振りもそうなんですけど、クロスがそこが合わないかっていうのがやっぱり決定的なクロスなのに合わないシーンがあるんですよ。でこれはやっぱり2つあって、中の入りがそのままでいてヘディングなんてさせてくれないんですよね。なので必ず相手のセンターバックの前に1人入らないと、そのセンターバックの間のスペースって開かないんですよね。でセンターバックの前で合わせるか、センターバックの間で合わせるか、さらにもう1個奥で合わせるか、これは中の動きがやはりちょっと停滞してたっていうのはチームで共有してます。でこれはまあ、意識し続けて習慣化するしかないです。もう一つはやはりクロスの質なんですよね。その、まあ、どこを狙ってセンターバックの間を狙うのか、その逆を狙うのか、手前を狙うのかっていうところまでのクロスの質が蹴る直前にフリーであれば、そこまで狙える質が出てくれば必ずあのヘディングシュートまでいけると思うし、まあ、そのこぼれも拾えると思いますし、そのキックの精度があればミドルシュートももっと増えてくると思うので、
まあ、両方の入りの質とクロスの質っていうのは、チームとしても上げていきたいのと、そこを上げられる選手が試合に出ていけるような状況は作っていきたいというふうに思います。まあ、前回のホームはね、本当に良くない試合をしたなというふうに思います。見返しても、いろんな意味で可能性を見ている方に感じさせるような試合ではなかったというふうに思ってますし、何よりも入りがイージーな PK を与えたところから入ってしまったんで、前回の悔しい思いを、しっかり晴らす試合に、そういう入りにしなきゃいけないなというふうに思います。で、相手がね、監督も変わって、少し、ちょっと言い方は難しいですけども、整理をしようとしている最中のチームだと思うんで、相手がどう出てくるか、どういうメンバーで来るかっていうのは、それこそ読めない状況でもありますし、とにかく今自分たちが、ピッチに立った選手が本当に相手陣でサッカーするための守備と攻撃を、いかに解き澄ましていくかっていうところ、そこに集中すれば必ずいい試合できるんじゃないかなというふうに思います。仙台さんは基本的にはつないでくるチームですし、そこの思考は変わってないと思うんで、だからこそ我々の相手陣でボールをハンティングしに行く姿勢っていうのがね、大事になるし、そこからの質っていうのがすごく大事になるかなというふうに思ってます。ちょっとディテールのことはあんまり言うのは避けますけど、もちろんある意味我々のプレスを想定して蹴ってくるっていうのは、逆に自分たちのことを恐れてそうしてくるんであれば、普段 やろうとしていることを避けてそうすることであって、それは我々への対策だと思うんで、そうなるのは我々にとってはウェルカムな状況で、でもおそらくそれをやり続けるっていうのは向こうのサッカーではないはずなんで、そこには対処はしなきゃいけないですけども、自分たちはしっかりコンパクトにして前からのハンティングの姿勢を持ちながらも、だからこそ裏への準備っていうのは全員できると思うんで、そこはしっかりディフェンスラインを4人でして、ステップバックもしっかりしてほしいなというふうに思います。